はい、まあいいよ。今日はですね、ちょっとね、今日はやたら首振ってますね。めちゃくちゃ迷うんですけど、迷うっていうか、あんまりその画面で話すようなことがないなと思うんですけど、それでもちょっとなんか投稿したいんで、で昨日もなあんな感じになっちゃったんで、一昨日もね、だからちょっとまともにいつもみたいな感じで この画面でちょっと動画撮りたいなと思って今撮ってるんですけど、まあ、なんか一つ話すんだったとしたら、僕、まあ、とうとう明日卒業式なんですよね。一応これでも一応卒業するんですよ。一応高卒、明日で高卒になるということで、まあなんかおめでとうって言われるけど、まあ、本人的にはあんまり自覚ない。皆さんどうなんですかね。なんかそう、今クラスの人のインスタのストーリーとか見ると、なんかみんなで遊びに行きましたとか今やってるけど、まあ正味、いや僕はそういう友達いないし、別に誘われたりしないんで。しかも明後日から僕ね、2週間予定で離れる、地元離れるっていう、卒業した後みんなで遊ぼうぜっていう期間全部僕いないっていう。だからもしなんか僕が呼ばれたとしても行けないっていう、悲しいのかな。まあ、僕は別に行っちゃいいんだけど、正直高校の友達はそうめちゃくちゃ仲良くて、これからも大事にしていこうぜって友達はもう2人か3人ぐらいしかいなくて、もう そいつらだけで十分だと思ってるし、まあ、そいつら先輩もそうなんだ、いるんだけど、それは別に帰ってきてからでもいいよって全然言ってくれてるから、まあ、そういう人たちだけでいいかなと思ってる節もあるんで、どうなんですかね。皆さんはどうでした。皆さんって何人見てくれるか分かんないけど、卒業式、中学でも小学校でも高校でも大学でもいいけど、卒業式の思い出ってありますかね。中学でも特に泣くような要素あんまりなかったし、小学校は全然覚えてないけど、小学校もなんか淡々と終わった気がするし、なんかその卒業式、卒入学式になんかあんまり思い出ないんですよね、僕。まあ、このシーズンなんで、まあ、卒業式動画伸びるかなと思って喋りますね、と思って。だって卒業シーズンでしょ、今。なんか、あれじゃ、よく、去年はなんかあれじゃん、確かラッドウィンプスさんがなんか引用リツイートして、なんかちょっと話題になった、なんか卒業式でラッドウィンプスの曲歌いましたみたいなツイートを野田さんが、ボーカルの野田洋次郎さんがエゴさして見つけて引用リツイートしてみたいな、でちょっと話題になったね、この時期、去年だよね、うん、この時期。まあ僕の話とは何も関係ないんだけど、今卒業式関連で思い出しただけだから。そうだね、あとはそうちょっとね、ちょっと話したいから全く関係ないんだけど、1分ぐらい付き合ってほしいんだけど、なんかそのアルバイトをしてた時に、その僕喋らないっていうのが苦手で、なんかずっと喋りたい、会話したいし、なんか動いてたいんだけど、なんかそのそれができない状況で、こう同じ作業するバイトだから、ずっと同じ作業してたんだけど、きつすぎて、で周りに人がいない作業だったから、あ、これはいいなと思って、ずっと一人でなんか5、6時間もずっと一人で歌って、ずっと一人で喋ってたのが、 YouTube で喋る練習みたいな感じで、ずーっとわーって喋ってたんだけど、いやー、なんかそれで時間潰れてしまってね、あっという間に5時間6時間過ぎてしまった。僕意味がわからないのが、本当になんか周りに人がいたらやばいと思うんだよね。ずっと一人ブーってマスクもしてたし、なんか小声でずっと一人でなんか喋ってたの、 YouTube で喋る練習みたいな感じで喋ってたのに、しかもこのぐらいの感じで、声は小さかったけど、まあ、このぐらいの、まあ、なんかその周りで音がうるさかったからこのぐらい喋ってたかもしれないけど、ずーっとブラーって喋ってて、本当に自分で自分のことやばいやつだなと思うんですね。いや、なんか あとはそう、卒業式の話題に戻すと、なんだろうね、あんまりそう思い出がないから喋ることもないんだよね、なんか。そう、今年はコロナウイルスの影響でいろいろあって、なんかあまりその例年通りの卒業式を迎えられない学校が多いみたいで、なんなら卒業式がなくてみたいな、卒業証書郵送されてくるみたいな学校もあるらしくて、いやちょっとそれはかわいそうかなってとか言いつつ、僕のところもなんかその保護者入れないんですよ。保護者入れない卒業式って何ですかね。卒業するけど、その親来れない卒業式って何って本当に思うんですけど、どうですかね。卒業式やっぱり親来てた方がなんかちょっと感動的な雰囲気増しますよね。やっぱり2割増しぐらいになりません。ち
ょっと来た方がいいんじゃない、感染拡大とか言うけど、正直 親がいつも毎日毎日仕事行ってるから、むしろ学校の方が職場よりも感染の可能性低いまであるよね。正直人が集まるとはいえ、満員電車とかよりも全然低いでしょ、休み取って卒業式来た方が。なんでそういうことするのかな、無駄じゃねって思うんですよ、ね、なんで上来らんないかな、なんかさ下手に気使ってるだけだなとか思うんですけど、実際どうなんですかね。今日はよく手も振りますね。ったね、まあ、とりあえず、今日はこの辺で終わりにしておきます。じゃあなんか面白かったら、チャンネル登録、高評価、あと他の動画の視聴とコメントお願いしますよ。マジで、コメントくれるとマジでありがたい。じゃあ、ありがとうございました。さよなら。